どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気付けろ！誰か出てくっぞ！お前たち、やはり来てしまったのか。16号！本当に16号だ！ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか？やっぱり俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした？どうしたって大事なことじゃないか。お前あの16号のままなんだろ。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。なあ16号。答える必要はない。待ってくれ。俺たちは、俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意思は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。おめえやっぱオラたちを本気で倒す気なかったんだな。殺気を全く感じなかったし、バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦っていたとは思えない。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間になれる。すまないが、俺は軍を離れることはできない。奴を放っておいたらいずれ。奴？ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間、21号だ。人造人間21号？俺は21号の指示に従って動いてきた。だが21号の人格はどんどん凶暴になり、暴走を始めている。俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号。21号だって？こいつが？一体どういうことなんだ。この人が21号ならなんでさっき18号をかばってくれたんだ。別にかばってないわ。あの時は戦うことを避けたかっただけ。まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したら厄介だもの。それよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれるわね。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるかあなたはよくわかってるでしょ。一応まだかばうつもりはあるのね。でもそれももう無駄よ。これが奴の真の姿ということか。うっ、あいつ人間じゃなかったのか。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろうと私を邪魔する奴は許さない。恨むならろくな生活調整もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号、いいろ。こんなもの食らったら
ってろ。今助けてやる。待て、クリリン、下がってろ。今になったらね、悪いけど力貸してくれ。カメラメン、やったか。も消えていない。死ね。16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。ちっ、さっきの攻撃の影響ね。どうした？俺たちを倒すんじゃねえんか。そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ。仲間じゃなかったのか。私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん、待て、逃がさねえぞ。悟空、行くぞ。クリリン、放っておいては損も仲のやつも危険だ。十分力を引き出せてないのにここまでのスピードが出るんだ。でも残念、今あなたを食べるわけにはいかないの。せっかくならもっと力を引き出せるようになってからじゃないとね。しまった、おやすみなさい。ゴクー